つまらないな。だんだん眠くなってきちゃった。つまらないことないよ。え、ここは夢？そんなことどうでもいいけど、早く君に鉄道と王子町の関係性を教えないと。今から歴史の宿題をしているんだけど。どうせ寝てるんでしょ。さあ、行くよ。うわ、ちょ。はじめは王子町も何もないただの農村だったんだ。でも発展のために鉄道が必要だと考えたのか、ある人が奈良県に鉄道を作りたいって国に言ったの。どう？この先を知りたいと思わない？やっぱりつまらないかな。つまらないことなんてないよ。よかった。この先も教えちゃいたいけど、もうすぐ君は起きないとね。10月には王子鉄道フェスティバルなんてものがあるんだ。またね。さっきの人何だったのかな？もしかして妖精？なんてね。